パーフェザー級小野正明 VS 岩合大成を誓います。この試合はスーパーフェザー級第4試合です。スーパーフェザー級3分3ラウンド延長1ラウンドが設けられています。岩合大成対小野正明の一戦です。この放送の解説は渋谷の猛牛姉さんこともみさん、そしてブラックパンサーベイノア選手です。お二人ともどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてベイノアさん、この二人は2020年に一度対戦していまして、その時は岩合が勝っているんですね。なるほど、はい、それからその後は小野選手がどちらかというと、もう右肩上がりというか、そうなんですよ。奥平選手は聖堂選手にも勝ってるということで、はい、小野は去年の12月に若手の奥平翔太に勝利、さらに今年4月にはベテラン実力者の聖堂にも勝利を収めています。ランカー同士の戦いとなったんですが、小野が3ラウンド判定勝ちを収めていました。画面手前が小野正明、そして奥青いグラブが岩合大成です。もみさん、もこの岩合というのはジムを変更してからということになりますので、はい、だいぶ自分の中でも心機一転と、そんな思いがあるかもしれませんね。そうですね、はい、ジムが変わるとその指導が変わるので、また新しい技術が身につくんだと思います。なるほど、はい、今ノリに乗っているエクサーレス所属です。その前からエクサーレスの選手たちとは交流があったそうなんですが、本格的に今回が移籍してからの1戦目ということになります。エクサーレスは門口圭介、さらにバンタム級5位大森龍之介も所属しています。ノリ乗ってますね、はい、先ほどセコンドのところにも姿が見えました。岩合選手はパンチが得意と書いてあるんですけど、はい、前蹴りが上手い選手なので、そこから、前蹴りで距離を作ってその後パンチにつなげたいんだと思います。まずはそのあたりの組み立て、岩合選手確かにパンチ上手いですよね。結構多彩ですよね。そうですね、ジャブも上手いですし、飛び込んでのボディーがあるとか、お右を返してきます小野。小野選手も何でもできる選手というか、はいはい、あんまり不得意がないような選手なので、はい、崩すのをどう崩すかというところですね、岩合選手。なるほど、はい、両者ともに2020年に一度対戦はしています。その時は岩合が勝利を収めました。ただその時の小野とは全く変わっています。そこから4連勝ですもんね、はい、そしてこのライズのランカーとなりました小野。対する岩合は関西を中心に活動、ディープキック、現在ランキングは69.2、ボディー今スッと入ってきましたね。今の見えなかったですね。パンチ早いですね、岩合選手。一瞬でしたか。全然小野選手も動じてないですね、はい、避けていきます。まずは様子見といったような第一ラウンドだったでしょうか。このように門口圭介がつきます。こちらが岩合大介、岩合大成、そして小野正明、この一戦です。さあ、もみさんはこの第一ラウンドどのようにご覧になりましたか。そうですね、そんな大きな差はない状態なんですけど、はい、前に私が見た岩合選手のよりも攻撃のバリエーションが増えてるなという印象を感じました。ベイノア選手はいかがでしょうか。そうですね、それぞれのいいところが出てたと。岩合選手は飛び込んでのボディの印象が強くて、はい、ジャブもうまく入ってたんですけど、小野選手途中の右のオーバーというか外からかけるようなストレートが、はい、あれが本当にタイミングずれてたら倒れてたんじゃないかなっていうようなストレートだったので、お互い本当パンチ一発でチャンスあるなっていうところはありますね。なるほど、うん、様子見ではあるんですけど、本当一発で流れ変わるようなパンチをお互い打ってるなっていう印象です。
岩合大成は9勝6敗 3KO、 対する小野正明は7勝5敗 3KO です。いいコンビ、相手を倒す力もあります。小野選手この左の蹴りいいですね。左微妙にミドル蹴ったり三日月蹴ったり蹴り分けてるんで、はい、あのボディのあたりにグッと入ってくるわけですね。そうですね。小野選手はあのハイキックも持ってるんで、はいはい、結構近距離でもハイキックパンと出せる選手ですね。この軌道で入ってくると、うん、全然入る可能性ありますよね。ありますね。バックボーンは空手という小野、得意なのはキックと話します。今のはスリップです。あとお互いにこのカーフも蹴ってますよね、はい、これだけ散らしてるんで本当にどれでも効かせられる可能性あるなっていう感じですね。この細かい探り合いの中でそういったダメージの蓄積があるかどうか。グッと飛び込んでくるのは岩合、これがカーフ、陰謀気味に打っていきます岩合。あー今のロー返しが早いですね。しっかりと見ています。その探り合い、岩合選手は飛び込みのタイミングを狙っているような感じですね。小野選手はそこにカウンターを狙っているという。なるほど、はい、ですからこうちょっと緊張感のあるこの間合いになってくるわけですね。そうですね、まあ、小野選手あの待ちもいいんですけど、はい、全然自分から入っても、今バックブローがちょっと入りましたね。そうですね、浅くですけど、キャッチの瞬間にバックハンドブローで返していくという、はい、あのバランスを崩してヒットできるのもすごい技術ですね。なるほど、ああいう変則的なものがあると岩合選手は入りづらくなってきますね、はい、おお縦蹴り、はい、ブラジリアンを出していきました。多彩ですね小野選手、面白いですね。面白いですね。ちょっと4連勝の理由が徐々に見えてきましたね、はい、そうですね、引き出し多いですね。その4連勝はいずれも判定勝ちということなんですが、そのあたりの技術がたっぷりと詰まったここまでの勝利。ワンキャッチからまたバックアンドブロー持たれてからあのこうバランスを崩しながらも打っていくんですね小野は。そうですね、岩合選手があの飛び込んでくるというのは分かっているので、はい、なるべく隙を見せないようにあの空振ってもその後攻撃をつなげるということで、はい、入れにくくしてますね。お見事、これは完全にアコフキンを捉えた。効きましたね今の。効きますね、これはこれはなんとか立てますが、救われたか。いやちょっと効いてますね。いや今のはどうでしょうかお二人。これはでも救われた系じゃないですか。うん、畳みかけられてたらちょっと、うん、ちょっと上体片足の浮いた瞬間かな、その時にフックを合わされたので。見てみましょう。これはあれですね、バックブローの崩した時の距離を縮めるという。うまいですね。なるほど、右の前足をグッとこう出してですか。そうですね、ここで。お、うまい、うん、岩合選手も片足が上がってるんで、はい、あの浮いてる状態でフックをもらってしまったんで、なるほど、ダメージはあると思います。今映像で見ると岩合の右フックもちょっと入りかけてるようには見えたんですが、小野選手の方が畳んでたという。そうですね、スピードもあったので先に入りましたね。そうですね、タイミング的にっていう感じですけど。そうですか、仕掛けたのは小野選手って感じでしたね。足上げてみて。さあベイノさん、ああいったダメージというのはどうなんでしょうか。そうですね、うん、この1分で完全に回復してはないと思うんですけど、うん、ちょっとスピードも遅くなってるかなっていう気はしますよね。若干岩合のスピードがスローになってきたか。ちょっと力が入ってないかもしれないですね。左ミドル、まあ、ちょっとまだ足元残ってるような感じがしますけど、はい、逆に小野がここでアグレッシブになってくるか。まあ、小野選手冷静なので、はい、まあ、確実に仕留めるのを。バックブロー、多彩だな。ここも距離よく見えてますね、小野選手は。さすが小野正明、ライズ 60kg のスーパーフェザー級ランキング4位という選手。ボディ散らしてきます。ナイスボディ。パンチいいですね。岩合もいいパンチを出してきました。この左ミドル、三日月あるいはこの差し込んでくるようなそんなミドル。
そうちょっと岩合選手力が入ってなさそうな感じは 1,2 ラウンドよりしますけれども、これどちらにしても取りに行かなきゃいけないですからね、はい、そうですね、まあ、やっぱ一打を返した岩合、しかも小野選手がやった技をそのまま返しましたね。蹴り空振ってからのバックブロー、右ハイキック空振りからのバックブローでした。めちゃくちゃ面白いですね、これ。バックブロー返してくよ、小野。今ちょっとバッティングがありました。バッティングですか。まだ今のバックブローも多分見えてないんで効いてると思うんですよね。はい。見てない方向から来ましたね。そうですか。思いっきり振ってますから。はい。ハイキック蹴ってその勢いで回ったような感じでしたかね。より勢いがついたような、そんな回転軸になりました。これは空振り。あ、この後ですね。頭が、小野の頭が岩合の鼻先あたりを捉えてしまいました。いやでも今のダウンよく取り返したですね。しかも相手の技を盗んだかのようなダウンだったんで、これはもともと武器として持ってたのか試合で覚えたのかっていうところですよね。感覚的なものでスッと出たかどうかっていうことですか。やられたらやり返すですね、何倍返しにもしたいところではありますけど、あと1分20あるんでまだ分からないですね。まだ分からないですね、はい、どっちにもチャンスありますね、さあ両者ともにダウンを奪っています。ここまでの展開、この選手もちょっとダメージを感じます。左フック、しかし岩合はしっかりと立っています。1分切る、どのような決着を迎えるか。ロックオフロー、両者一発を狙ってくるか。左フック、小野、そうですね、お互いにやっぱ当ててます、もう一個倒そうっていうところを狙ってますよね。何かがこのあと40秒に詰まってるかもしれない。お互いあと40秒あるので、はい、蹴りを散らしながら行っていきたいところですね。バックスピンを出していきます岩合、両者ともに多彩な攻撃を見せてきます、さあ30切りました、おお、バックスピン持ってますね。終盤でバックスピンすごいですね、回転蹴りできるのは。さあ10秒切る、左の範囲、ここでもう一度バックスピンキック、小野バックハンド、おお回りますね、ここで飛んできます。試合終了、まずは3分3ラウンドが終了しました。ダウンは一つずつですよね。そうですね、これがダウンシーンです。先ほどの岩合がダウンを奪った、ドンピシャ、ドンピシャですね、顎を捉えました。そして蹴りに行きたいところだったので、なるほど、タイミングここでもらうと思ってなかったですね。ベイノワさん、気持ちいいぐらいに綺麗に入ってますね。そうですね、まあ、でもその前の小野選手の、ダウン狙ってるんですか、あれも本当に狙った通りというようなダウンだったんで、はい、さあ判定です。そこ以外でどうでしょうか、ダウンは奪っています。28ドロー、ジャッジアキラ28対28ドロー、延長があるんですね、はい、延長1ラウンド設けられております。いや、ここまでの取り返しての、はい、ダウンになりましたので、この1ラウンドにエクストラウンド、ね、両者ともにかけてくれましたね、まあ、お互いダメージはあるんですけど、はい、まあ、動けるような感じはするので。そうですよね、あとどっちのパンチもまだ危ないんで、そうですね、ちょっとなんかありそうな感じしますよね。ちょっとフックの打ち合いの時にどっちが先早いかっていうのは気になりますね。そういう流れでどっちかバックブローとか回っちゃうじゃないですか。画面左側黒いトランクス側の、そして手前側が岩合大成です。エクストララウンド延長の1ラウンドです。岩合選手がステップ使ってうまく
出入りしてますね。左ミドル、これが小野にはあります。ちょっと小野選手の右がもうちょっと岩合選手見切れてるので、小野選手はそのストレートの後パンチの後に蹴りだったり、まあ、またコンビネーションだったりつなげていきたいですね。やはりこの3ラウンドまで戦ってきて、2人のどのようなコンビネーションを出してくるか、そのあたりもしっかりと経験した上でのこの最後です。バックハンドブローを見舞ってきます。左ミドル、ちょっとミドル、これやっぱり入りますね。一発目でちょっとちょっと嫌がりましたね。はい、2個目でダメージ結構効かせてると思います。小野のやはり左ミドル、あれはボディのあたり捉えてるんですか。いいですね。はい、あ、おっと、これは今のはロープでしょうか。はい、さあ、パッキンしろ、しっかりパッキンしろ。ちょっともう一回見たいですね。そうですね、ローブローにはなりましたが、どのあたりに入ったでしょうか。まあ、先ほどから小野の左ミドルがこの岩合のお腹付近は捉えていたんですが、ちょっとそのような形に見えたんですが、もしかしたらその左のキックがローブローのあたりに入ったか、膝でしょうか。膝先に入ってるんですかね。なるほど。一応あの膝ですかね。ボディの攻撃がその前に多少あるとは思うんで、はい、相当この4ラウンド目でっていうのは厳しいですね。先ほど左の膝がこの岩合の下腹部付近を垂れまして、まあ、ローブローということで今一旦試合が止まっています。ここまでの展開は3分3ラウンドを終えて、ジャッジ3人が28対28のドロー、延長ラウンドへと進行してきています。苦悶の表情を浮かべます岩合大成。ここまで本当に両者ともに素晴らしい試合を展開してきてくれています。これが先ほどのシーン。こういうの流れ変わっちゃうんですからね、はい、ちょっと今タイムストップという形にはなっていますが、まだ半分くらい残ってますか。そうですね、1分36、はい、第2ラウンドの終わりに、すごい足が震えてますね。ダメージが残ってますね。自分がこう制御しても震えが止まらないような状況に、岩合なっていますね。痙攣しているんでしょうかね、これはね。膝はやっぱ一番痛いですよね、その威力的に。今ちょっと声はね、聞こえました。やるという、ね、もちろん声は聞こえたんですが、ただちょっと自分の意思とは反対にこう制御できないような、そんな足の揺れになっています。ちょっと立ってないでしょうか。これはどういう判定になるんですか。ドクターストレートという形になるんでしょうか。今確認しましょう。ドクターストレートということになりますので、ここまでの時点での判定を行います。難しいですね、これは。今お聞きいただいたようにエクストララウンド、ここまでの状況を判断してジャッジの判断ということになります。岩合ももちろんこのような状況やりたかったでしょうね。気持ちはわかります、はい、ただちょっと先ほどの、ね、雰囲気見ますと、自分の意思とは別に足がかなり痙攣していましたので、これ以上の続行は不可能という状況にはなりました。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジアキラ10対9、赤小野。まずは小野です。ジャッジ佐藤10対10、ドロー。ジャッジ友竹10対
10ドロー予定2勝以上の差がありません。延長はドローという判定でした。両者ともに素晴らしいダウンの奪い合い、アクシデントはありましたがエクストララウンドの途中で試合終了ということになりました。岩合大成対小野正明の一戦は引き分けドローです。